皆さんこんにちは。プロレーサー、そしてモータージャーナリストの丸山博です。免許したプラッカ月、チャレンジ女子アナ2世、カトリちゃんこと高野セレイラです。はい。今回紹介する車両はこちら、はい、ハーレーダビッドソンソフテール FXDR114 です。FXDR ね、難しいよね。FXD、FXD に R のマークが、はい、あの単独で今赤くなってる。はい。レーシング。あ、そういう意味なんですか。いや、どうだろうね、まあ、ドラッグレーサーっぽい形で、はい、俺はね、久々にね、はい、かっこいいよ、これかっこいいよ。ちょっとよ、はい、ハーレーダビッドソンはやっぱり古き良きね、うんうん、雰囲気をずっと重んじてね、はい、まあ、ハーレースタイルってのあるけど、これはね、はい、本当になんかドラッグスタイルのこうちょっととんがった形で、うんうん、今ね、ドカッティで、はい、ディアベルっていうのがね、意外とこう売れてるんだけど、はい、まあそれと対抗するような形で本当にね、ドラッグスタイルをハーレーなりにアレンジしたような形で、うん、でも各所のね作り大胆でいいな、いいな。このタイヤ見てよ、このタイヤさ、わざわざこのマッドガードからはみ出したか、はい、もうはみ出ちゃったか。ボリュームすごいですね。ボリュームがね、これはすごい、はい。そしてね、またがってみると、はい、当然のように、ただね、右はマフラー、左はクランクケースに足が当たって、足を乗っけるとエアクリーナーに当たってこっちは当たらない、左右がですね、まあ、非対称的な乗りはいいんですが、おハンドルがね、はい、意外と絞り半なんですよ、うん、まあ、ハーレーやっぱり絞ってあるんですけど、はい、ちょっと前傾の絞り、はい、これがね、あのディアベルとは違う。ディアベルはもうちょっとバーハンっぽいね、フラットバーハンっぽいんだけど、うん、はい、で足は完璧にあのフォワードステップ前に、だけどね、シートバック結構後ろなんで、私はですね、いいですか？確かに。私、身長160の私がですね、160？ 168。さあ、私の身長です。いくよ。後ろに、よって乗せると、もうね、シューターみたいな。だけど、本来はちょっと前面に乗って、はい、ゆったり乗る感じなんだよね。で、やっぱり一番いいのは、はい、エンジンだね。やっぱハーレーなりのエンジンですね。ハーレーのエンジンの駆動感って、うん、これ排気量いくさっけ、こちらが、うお、高い、はい、え、排気量 1868cc 1868cc でしょ。ハーレーってこんぐらい普通ですか。いやいや、まあまあ普通ってことはないけど、やっぱり一番こう大きいねエンジンですけど、はい、でもパワーというよりはやっぱりトルクと、あとね、振動、はい、振動がね、まあ後でちょっとどっかでハーレー乗る機会あると思うけど、はい、うん、乗りたい。微振動がない。微振動、さらにあの走ってる時の振動、鼓動感もいいんだけど、はい、信号で止まった時に、うん、なんかね、もぞ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 ってもぞもぞっていう感じ。それもあの一定の振動ではないので、はい、よくさ、マッサージ機でさ、うん、一定の振動でずっとやれると痒くなるじゃない。痒くなるじゃん、ビーとかって振動。ああいうんじゃなくて常に振動が変わってくる。だから信号待ちで待ってるその鼓動感がね、もぞ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 っていう感じが心地よくなってくるんだよね。いいですね、うん、あとはね、直進安定性、はい、車重、はい、何キロですか。303キロです。303キロでしょ、はい、どっしりとした直進性があるので、はい、例えば今ね、ちょっと高速道路をビューって走ってると、うんうん、本当にまっすぐドーンってもう落ち着いて、はい、なんて言うんだろうな、警戒感が逆にない分、うん、足し算引き算掛け算割り算までできるぐらい、はい、なんか頭が他のことを考えられる。あ、もう本当アクセル回してるだけで頭は別のこと考えられるぐらい、うん、そうそうそう、こうドーンみたいな。乗りたい。その落ち着きなのよ。乗りたい。その落ち着きなのよ。まあそういったところがね、はい、まあ、ハーレーの良さの中にあって、はい、今回はこの新しい先鋭のスタイルね、はい、それも私的に見ても、ああこれなんかオートバイとしてかっこいいなっていうね、はい、ところがある。そんなですね、はい、ハーレーならではのエンジンと大排気のトルク感と直進安定性、はい、ドーンっていうのがあって、でも乗りはね、うん、そんなかっ飛ばすというよりは、はい、やっぱりもぞ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 って乗りながらどっしりどっしりいく、うん、ちょっと身長168の私ではね、はい、やっぱりちょっと大柄なんですよ。それとやっぱり U ターンピュッとするわけにいかないから。そうですね、 U ターン怖いです。 U ターン慣れればなんとかなる。できるんです。足が届くからね。だけどドシッとしたね、とにかく倒さないでこう、そうそうそう、ゆっくり、そうそうすればできる。
でもねエンジンの駆動感そして直進安定性を楽しみながら、はい、なおかつこのスタイリングをね持ってすれば、はい、また所有感もあるんじゃないかなと押し引き重そう、ちょっとやりたい、やりたいちょっとだけだよちょっとだけ、うん、はい、はい、クラッチ握ってくださいねクラッチ、はい、重クラッチ重重いね、うん、そしてハーレー特有なのかなわかんないけどさスタンドが長いねいいよ家からはい出ていきますみたいなねあの家出るのに普通に10分ぐらいかかっちゃいそうですねこれははい、はいよちょっと後で乗れる、はい、うんまたがってみるまたがるはいシート高自体はハーレーはやっぱ低いので、うん、そこは安心ですけどじゃあ普段乗りできるかっていうとちょっと怖いちょっとロングなツーリング行くときに、はいまあ、家から出るのに10分ぐらいかかっても、うん、乗り始めてしまえば、うん、もうゆったりですよ、うんうんうん、だそういうね、まあ、いきなりちょこちょこ乗るっていうよりはよし旅に出るぞみたいな、ね、そんな乗りで何泊もするぞぐらいな感じですかね、まあ、遠く行っちゃってもね何て言うんだろうな毎日乗っててもこうお付き合いするエンジンがね、はい、いろいろ語ってくれるわけよすごいなこれやっぱハーレー私は無理かもこんな前のステップ前ステップいやまあ明日とかでしょ大丈夫ハーレーはねパーツいっぱい出てるからえもっとこうできる自分好みにカスタマイズってもういっぱいすぐやりたくなるから大丈夫でもハーレー音が高いのにさらにお金をかけるなんてもう夢のまた夢ですねでもねそう、これはこれでお付き合いの仕方があるんでね、はい、ハーレーなりのね俺今回良かったなそしてね、はい、ちょっと遠回りしちゃったあもうちょっとなんかさ戻ってくるの今日遅かったですよねもうちょっと長く乗りたいなと思って、はい、さあ価格はこちら色によって価格が違うんですけど、はい、多分これモノトーンですよね白と黒なので、うんはい、なので290万7000円になります、うんビビットブラックは286万5000円かはい、はい、まあまあ300万円切るぐらいだけどこのなんかちょっと高級感ある感じのこの塗装の感じ私好きだなそうだね触りたくいやいやもうこのタイヤ迫力あるもんまあこういうちょっとね、はい、まあハレとのお付き合いするのにちょっと新しい形のね、はい、FXDR114 というのをですね紹介してみました、なかなかですねちょっと長くお付き合いしたいなと思えるような一台ですねずっと乗っていくそうですねはい